はい、こんにちは。はい、こんにちは。皆さん、スプレーアートでのベロちゃんと梅ちゃんです。ベロちゃんがついにスプレーアートデビューします。デビューしましたよ。あ、もうしたんだっけ。もうしたんだよ。何書くの。ね、多分ユニバース、ユニバース書きます。はい、オッケー。超かっこいいやつを書きます。超かっこいいやつ書きます。いいでしょうか。はい、傭兵のマネ。知ってるのか。知ってる？知ってるよ。天才だね。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。緊張だよ。なんで緊張すんだよ。だろ？キャンバスと紙違うだろ？全然違うよ。全然違うだろ？なんか予想通り？うん。行かない？行かない？はい、じゃあベロちゃん、じゃあ質問しながら書いてもらおうかな。あ、OK です。ベロちゃんは今何歳ですか。ええ、この質問は答えにしない、うん、しない。はい、ベロちゃんはなんで日本が好きなんですか。アニメがあるから。えアニメがあるから。じゃあアニメなかったら日本嫌いってこと。いや、食べ物。食べ物、美味しい食べ物があります。何が好きな食べ物ですか。寿司と、うん、なんだっけあれ、エビフライ。エビフライ。魚あんまメキシコ食べないよね。食べない、高い。まあ場所によってだけど、私ね、あまり食べなかった、うん、高かった。サーモンとかめっちゃ高いよね。サーモンめっちゃ高い。日本だとさ、一番安いじゃない。日本安いよね、うん。いや、好きなアニメは進撃の巨人ですが、はい、2番目に好きなアニメは。うん、わーわーって、ね、なんだろうね。ルローニケンシンかな。ルローニケンシンかもしれない。あ、鬼滅の刃も好きだね。鬼滅も好きだね。鬼滅が好き。コードギアスとかね。コードギアスとかね。だからキャンバス描くときたぶんそれダメだって。ほら、今かっこよくない。あ、そうお茶碗の大きさ違くね。違くね。いいの。ちょっと違うね。まあいいや、まあいいや、まあいいや。黒にゴールドに。だから、これダメなんだ。お、出てきた。出てきた、出てきた、出てきた。オッケーオッケーオッケー。おお、俺何それやったことないよ。俺そんなことやったことないでしょ。ベロちゃんはなんで日本人と結婚したんですか。ずっと日本人と結婚したいと思った。なぜなら、なぜならかっこいいと思う。なんでかっこいいと思うの。あの、見た目。そうなの。あの、日本人の目が、うん、超大好き。あ、ちっちゃい目が好きなの。ちっちゃい目っていうか、なんかスタイルがね、おしゃれ。どういうこと。なんか、見たことない色になってきた。嘘、私は傭兵の真似してるつもり。つもりなの。いや、ベロちゃん、みんなになんか質問ある。日本の質問。日本の質問、うん、なんで、うん、あの死んだ人はこれを持ってる。あ、三角の白いやつね。そう、わかんない。傭兵に聞いてもわかんないじゃん。わかんない。いろんな人に聞いてもわかんない。なんか微妙。微妙。緑のとこもう少し綺麗になるんだよね。あー、そうだね、うん。はい、先生すいません。はい、あの、青の2番。青の2番。それそれ、あ、まあいいや、それでいいよ。どうってこと。どう、かっこいい。好きなようにやって。いや、まあ先生だからね。どうですか。じゃあ見せてください。1個目。わー、うん。2個目、イエーイ。3個目、痛くねえし。え、痛っ。これ綺麗だよ、これ綺麗だよ。おお。
やっちゃった。おお、まあいいんだよ、ね。と。おお。いいじゃないですか。まあいい感じかな。うわあ。こんな感じです。どう思いますか皆さん。どう思いますか。キャンバス違うでしょ。キャンバス違うね。紙に書くやり方とキャンバスに書くやり方、うん、全然違うでしょ。紙の方が書きやすいかな。書きやすいね。ね。みんなこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。すごいベロちゃん。イエーイ。さすがです。天才です。どうだった？もう一回もう一回よ。近づいて。うわあ。ハハハハ。